はい、こんにちは、レドスの小野です。7月17日の3問に入っていきます。A が B に土地を売却し、代金支払い期日を定めたときは、A の代金請求権の消滅事項は、その期日から進行する丸か×かという問題です。この問題考えたい方は、動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。支払いの期限を定めていることから、代金請求権は確定期限付きの債権となります。この確定期限付きの債権では、期限が到来した時から消滅事項が進行するんですね。代金の支払い期日を定めた。これが確定期限です。確定期限がついた債権ですよね。請求権っていうのは債権なので。で、これは、この期日の日から消滅事項が進行するということです。だから丸だということですね。で、消滅事項の起算点と、履行地帯の起算点。この違いってわかりますでしょうか？これが試験のポイントです。この消滅事項の起算点と履行地帯の起算点の違い。これについてはですね、別途動画ございます。右上のところにリンクを貼っておきます。またですね、下の概要欄の方にも URL 貼っておきますので、そちらの方からご確認いただければと思います。基本がわかれば解けるようになります。ただ、その基本を理解していない方が多すぎるんですね。だからどれだけ勉強しても落ちてしまいます。なので、基本を理解したい方は、ぜひ短期講座をご検討ください。基本を理解することで、勉強した分だけ実力が上がります。無駄な勉強しなくても済みます。残り3ヶ月しかない中で、無駄な勉強してしまうと、本当に合格が厳しくなりますので、残り3ヶ月間、実力が上がる勉強をしていきましょう。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ内容をご確認ください。で、問2ですね。建物の貸借の売買において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明した時でも、売買業者は定期建物賃貸借である旨を借主に重要事項として説明しなければならない、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。重要事項として説明しなければなりません。たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明っていうのは売買業者の責務なんですね。なので、重要事項説明としてちゃんと借主に説明しなければなりませんということです。で、ちなみに、定期建物賃貸借っていうのは更新がない賃貸借契約です。契約期間が終わってしまって、更新しようと思っても借主は更新できないんですね。っていうことは、借主にとってはこれ重要なことですよね。なので重要事項として説明しなければならないというルールになっているわけです。これは定期建物賃貸借が更新がないことをイメージできれば答えは導けます。関連付けて頭に入れておきましょう。その方が忘れにくくなります。で、問い3ですね。問い3に入る前にまだチャンネル登録していない方はこの動画の下のチャンネル登録ボタン、クリックしていただいてチャンネル登録していただければと思います。で、問い3、開発許可ですね。都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住のように供する住宅の建築のように供する目的で行う開発行為に対して、開発区域に設置しなければならない公園、緑地、または広場についての基準は適用されない、丸か×かという問題ですね。まあ、これ、問題文が非常に難しくなっているんですよ。何々のように供する。何々のように供する。まあ、これがもう重複しているので、何を言ってるのかわからないっていう方は意外と多いんですね。ただちょっとここまで解説すると長くなりますので、ちょっと今回省略させていただきます。で、個別指導の事項差についてはわからない場合言っていただければ解説させていただきます。で、答えは丸です。で、まず、公園等の基準って何なのかっていう話なんですよね。まあ、ここにも書いてある通り、公園、緑地、広場についての基準ってこう書いてありますよね。で、これ何かっていうと、開発区域内にこれぐらいの広さの公園作ってくださいねっていう基準なんですよ。でも、ちょっと考えてほしいんですけども、主として自己居住用の住宅建築のための開発行為なんですよね。つまりこれどういうことかというと、自宅を建てるための開発行為なんですよ。自宅を建てるために土地を工事するって話なんですね。で、自宅用の土地に公園作る人って、まあ、あまりいないですよね。自宅用なんで。だから、公園に関する基準っていうのはありませんよ。必要ないですよっていうことです。したがって、公園などの基準はこれ適用されないんですね。
自己居住用住宅の開発行為の場合は、公園などの基準っていうのは適用されないということです。で、イメージできればすごく頭に入れやすいですよね。なので短期講座ではこのようにイメージしやすく解説しております。自分自身で理解をしながら学習する、イメージしながら学習するっていうのが難しい方は、ぜひ短期講座ご検討ください。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。